現在、中国の婚姻登録件数は6年連続で減少しています。一方、離婚は年々増加しています。データによると、中国では男女比の不均衡が深刻になりました。将来、中国の単身人口は4億人に達する可能性があります。2月14日、21世紀経済報道によると、民政部の統計によれば、2018年の中国の独身の成人の人口は2億4000万人に達しました。 このうち7700万人が一人暮らしをしています。また、2021年には、一人暮らしの人口は9200万人になります。今後、中国の独身人口は4億人に達すると予想しています。中国の男女不均衡は問題だと一般的に認識されていますが、中国共産党が過去数十年間実施してきた一人っ子政策の結果です。人口構造の急速な高齢化に反映されています。また、人身売買。 性犯罪反社会的行動など地域の安全を脅す一連のハザードを潜んでいますそして第一財系の報道によるとデータによると2013年の中国の政府機構にて合計1346.9万件の結婚が登録されていますがそれから6年連続で減少しています2019年の中国の婚姻登記機関にて合計947.1万件の結婚が登録されています初めて1000万件を割り込みました 2013年より3割も低下しています一方、2019年中国婚姻登録期間にて、離婚届を合計415.4万件受理しました。結婚登録の半分近くでした。また、中国公安部が発表した報告書によると、2019年に戸籍登録された新生児は1179万、2019年よりも2020年の減少率は約、約14.9%となっています。 学者によると多くの人が子供を産むことも育てることもできないと嘆きます主に教育や住居のことを指します子供を産むことは背中に大きな山のような負担を背負うことになります教育費に大金を持っていかれ家賃の負担でとどめを刺されます中国安徽省では驚きの手抜き住宅が現れました 上の階の住人が運動中に、うっかり床を踏み抜いて、足全体が穴に陥ってしまい、下の階の隣人の天井から現れました。まるでアニメのワンシーンのようです。この動画がネット上に出回っています。足が一本天井から突き抜けていました。驚くべき画面でした。偶然にも、三等省でも似たことが起こりました。ある女性が2階から墜落して、目撃者たちは目を疑いました。 ベランダからの落下かと思われましたが床に穴が開くとは思いもしなかったのですとんでもないシーンに唖然としてしまいますそれ以外に暗記省のある高級マンションの壁面でもこのようなことが起きました住民は数百万元のお金で家を買いました風に吹かれて壁面から大量のタイルが落ちてきました1階のフロアの状況は衝撃的でした外壁だけでなく内装にも不安を抱いています 外で雨が降ると中には噴水が出現します怒っている住民が携帯で写真を撮りましたパソコンの上のダウンライトの穴から水が漏れて全部電気機器の上に流れ落ちました過中は災難に見舞われたかのようです入居者らはこの状況に出くわして手抜き工事で壁や床がまるで豆腐の湯葉のようだと通話しています 東方日報は、ドイツのスポーツカーの名門ポルシェは、ドイツ製にブランド価値を持っていると考え、中国に工場を建設するつもりはないと報じました。海外メディアは、ポルシェの最高経営責任者、オリバー・ブルーム氏の話を引用して、次のように報道しています。生産拠点をドイツ以外に移すことは何の意味もない、なぜなら中国市場にとって、ヨーロッパ産は依然として品質保証となっています。 ドイツ製であればより高いコストを負担する価値がありますポルシェが中国での工場建設を断念したことを示唆していますポルシェは現在6つのモデルを保有しています昨年は27.2万台が売れました生産量の面でも中国生産戦略を支えるには不十分です報道によるとポルシェの自動車販売台数の約3分の1は中国市場が占めています ポルシェの姉妹ブランドアウディは同じ期間に販売台数は5.4%増加しました BMW は7.4%ベンツは11.7%増加しましたこれら3社の自動車メーカーは中国市場向けの自動車を製造するためにますます中国との合資会社に頼るケースが増えています2月11日イギリスの薬と医療機器法案改正案が可決され成立しました 英国政府が初めて中教による臓器摘出の悪行を明確に阻止する法律を導入したのです。法案の目的は、中教が両親の囚人から強制的に臓器摘出するのを阻止することです。海外から輸入された強制的に摘出される可能性のある人体組織、臓器、細胞などがイギリスの医療業界に参入できないようにします。2020年3月、イギリス・ロンドンにある独立人民法廷。 チャイナナトリビュナル通称、中国法廷は、詳細な証人尋問を行い、以下のような判決文を発表しました。中共は法輪功と新疆ウイグル族に対して、人道に対する罪を犯しました。現在の英国政府の立法過程では、複数の議員が中国法廷の判決を引用しています。この修正案は上院議員のハント君尺が提出しました。国会での議論の中で、彼は次のように述べています。 世界中に認識され始めていますが、最近、中国法廷も明らかにした、中国が生きている被害者から強制的に臓器を摘出するという恐ろしい犯罪が広く発生しています。法案の議論の中で、ある国会議員は次のように述べています。イギリスは以前、 中国の臓器移植システムについて、世界保健機関 WHO の見解に依拠しており、WHO によると、中共は倫理的な臓器提供システムを運営しているとしていたが、WHO の評価は中共自身が提供した情報に基づくものであることが後に判明しました。ハント君釈も発言の中で次のように述べています。政府は WHO にこの問題に真剣に取り組むよう働きかけてほしい。 下院で修正案を提案したリマー議員は、2月11日の発言で、人道に対する罪を犯した中共の関係者が、いつか裁かれることを願っていると述べました。この修正案は、反人類罪を容認してはならないという明確なメッセージを送っています。それは中国国民のためであって、中共のためではありません。この修正案をイギリスと中国の新たな関係の始まりとします。猛用地でない新しい関係となっていきます。